ファスティングダイエットでリバウンドしたあなた、もう無理な食事制限や続かない運動はしなくていいんです。そう、このスルスル酵素があればね。スルスル酵素は消化酵素に着目。実験、こちらの実験は片栗粉を水で溶いて固めたもの、つまり炭水化物の塊。そこにスルスル酵素を投入、かき混ぜてみるとどうでしょう。ひっくり返しても落ちなかった塊がみるみるうちに水のように分解されていくのがお分かりですか？あなたの体内でも代謝が落ちて消化に対して不足した酵素を補いましょう。生きてる酵素、スルスル酵素で毎日正しい生活サイクル。サポーティッドバイジョイフルライフ。